皆さん、こんにちにく。前回の近江鉄道に続いて、大阪府貝塚市のローカル施設、水間鉄道水間線でも、有名な鉄道系 YouTuber さんが、車掌ガイド役を務めたようです。どすこい。
Thank you.
水間線ではかつては急行列車が運行されていた時期があったようですが、貝塚駅から終点の水間観音駅までノンストップの特急車両が運用されたのはこのイベントが初めてです。車掌ガイドを務めてくださった西園寺さん、お疲れ様です。これからも素敵な鉄道動画で皆さんを明るく元気にしてください。どすこい。ハヌマンチャンサモンクラビーワノンクロムロンガヤมาพบเจ็ดยอดมนุษย์ผู้อุตลุดดัสคุย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 ดัส